はい、えーユンママ様、えー、こんにちは、ありがとうございます。こちら、ずいぶん前のコメントですよね。うん、動画の。 えー、宮様もコメントをされていますが、バッティングセンターの件は私も見ましたが、いじめとは関係ない印象でしたよ。もちろん他にい,めいじめもあったでしょうが、す、え、べ、ー、ての人にさ、えー、れていたとは思えません、えー。それにいつまでも恨みを持つかな。いじめは絶対に許しちゃいけないし、それで長年苦しむことも当然です。忘れることも、えー、できません。でも相手を恨み続けることはまた別な気もします。うん。人って自分を基準に物事を判断しますよね。 当然です。だから私のことも話します。うん、あのずっと恨みの感情を持ち続けていると幸せになることはできませんからね。うん、私も今まで何回かいじめを受けました。えー、小中高 社会人になっても、もちろん、えー、一時期だ,ったりだけだったり、一握りの人だけだったり、いろいろです、えー。その中で一番傷つき、えー、苦しかったのが、親戚のおじいによる性的だざでした。そんなことだったんですね。中、えー、学生の数年間、近所に住んでいたので、えー、誰にも言えなかった、えー。恥ずかしかったんです、えー。子供だったし、自分が悪いとなぜか思わ,され思わされてました。なるほど。 おしが引っ越し、私も成長し、知恵もついたので、えー、近づくことを避けるようになりました。でも、やっぱり誰にも言えず、えー、自分をき汚いもののように感じてしまいました、えー。それでも大人になり、結婚もできました。えー、そのおしとも表面上は、忘れたフリーで接して、えー、いました。うん おじは、えー、晩年。また私の実家の隣に住むことになり、奥さんに先立たれて、えー、子供もいない孤独になって、癌のままだったんで、結局私が面倒を帯びました。えー、全部ではないけれど、できるだけのことはしました。えー、恨みや憎しみは感じませんでした。複雑だし、自分の娘は近づけないようにし,しましたけどね。うん なるほどですね。また他の界隈で SNS でその時の推しの、えー、子さんファンで母子的な人と、えー、対立したことがあるのですが、えー、その時は悪口を言いふらされてしまって、えーあうらえー、悪口を言いふらされたりして、えー、散々でした。そ、えー、それって、あのー、その時の 含めてですかねえとても悔ししくて悲しかったですですもね、何がきっかけか、その人が手のひら返したように私を大好きになっちゃって、うーん、あ、ありますよね、こういうのありますよね、あの、時々なんかあります、うん。東京に遠征行けば空港までお迎え、え観光案内、ホテルまで送り、えー、すごいですね、え他の遠征地でも一緒にお食事、観光、人って変わるもんだなと思います。 思いましたよ。うん。あの結構嫌悪感を持つ二人だったり、いろいろこうなんか意地悪だなと思ってる人と、こう打ち解けて話すと結構ね、優しかったりとかありますよね。うん。私は何もしていないのに、とにかく私はいじめの事実には傷ついたし、えー、苦しみもしました。えー、もちろん病院に通うことになったこともあります。うん。おすごいですね。そんなに、うん。 でもね、相手にはあんまり憎んだりできないんです、えー。その相手と何か楽しいことがあれば上書きされてしまう。うん。たぶん、根気がないんでしょう。それに相手を嫌う自分が一番嫌いっていう根性なしなんですよ。あ、えー、それすごい根性いい,い,いですよ。うん、えー。僕はいいと思います。すごいいい根性なんじゃないかなって思いました。えー、とにかく人それぞれです。えー、羽生君のことは本人しかわかんない。 ただ先ほども言ったように、えー、自分の物差しで考えるといろんなことに、えー、気づいて、えー、と気づいて、えー、苦しみもしたし、えー、その傷が完全に癒えることはなくてもそれからそれにずっと囚われていく人じゃないかなと勝手に思いますうんえと、ー、われてそうですね長文失礼しましたはいということですねまあこれかなりね前の動画でしたけどあのねなんかそういうね話がまわ、あ、で ね、回っていたようですけどうんねまあでもやっぱりその苦しみを乗り越えてい、えー、くことが大事ということですよね。インママ様の体験談あの、えー、びっくりしましたね、うん。そしてインママ様も一たです。えかぶくんおすすめで出てきたかぶくんの動画にコメントしたらずいぶん前のやつだったそうなんですよ <laughs> ごめんなさい。 えー、気を取り直して今日はおいしいプリンを買ってきてデート頑張ります。えー、タラコも博多名物だからな。タラコをスパレッティにしよう。ね、ということですね。そうです。あのね、動画結構もう1年ぐらい前ですかね。うん。ね、の動画でしたね。うん。でも、まあ、それはいいとして、えー、プリンね。あの、タラコは博多の名物さんですね。うん。ぜひぜひ、あの、タラコも皆さん必要ですから、えー、トッピング、ね、プリンにトッピングしたりとか、うん。 えプリンとたらこを混ぜたらなんかウニっぽい味になりそうだって申しますけどえゆめさんどうもですかぶくん今日の朝ごはんのおかずはたらこにしましたおお気合入ってますね熱々のご飯の上に乗っけて食べると美味しいですいやーでもなんかそれ食べながらニヤニヤ笑っちゃったりしてませんかね何この人笑ってんのかなってやまれちゃいますからねたらこ食べながら笑ね笑う人ってなっちゃいますからねうんすごいです本当にうん なんかあの人タラコ食べながら笑ってるってなっちゃいますかね。あの <laughs> ねタラコのね明太子にあのおにぎりとか食べながらねうんえー、アトミヒョコさんどうもですカブ君おはよう今日はプリンデートの日ですねうんもちろんプリン自社在庫とタラコ盛り倉庫にありますおおさん期待も入っておりますね楽しみですねうんいやーもう鉄子の部屋でもうタラコ出してほしいなってちょっとねこれ名物のタラコなんですよってタラコ持ってってくれませんかね うんはいえー、森永英子さん、どうもです、えー。昨日スーパーに行ったらプリンが山積みで売ってました。なるほど、えー。初めて見る珍しいプリンだなと思いながら、えー、帰りましたが、今日は羽生選手のテレビ出演の日だった。えー、失敗した、うん。私もプリンを食べながら見ようと思っていたので、にぶん前から楽しみにしていたんで、つい忘れてしまったのかな。あ、本当ですか あのプリンの山は羽生選手と一緒に食べる人用にスーパーが仕入れた,入れたのかと思いをはせましたお。なんかこの日だけプリンのあれですかね、えー、売り高があ売高上がる可能性ありますね。プリンでこれほど盛り上がる羽生選手はすごい。いや、本当ですね。たらこもあのお願いしますね。たらこも追加してくださいね。うん、あの 今後しばらく僕はプリンとタラコが一緒にこうつきまとってますね頭の中ねはい原田バースティさんよろしくお願いしますえカ、ー、ぶ君こんにちは昨日5月1日、えー、青いこの日本の無限編が届き少しずつ読んでいたらえツイッター、Twitter、である情報がということですね、えー、我慢できずページを飛ばして終わりの方のそのページを読んでびっくりうん羽生君ほんと頑張ったんだね、えー、すごい人だわということですねなるほどこれはちょっと気になりますね 青い方の4うん。また今日からじっくり読み進めていきたいと思います。えー、なんか書いてあったんですかね。今日はいよいよプリンとタラコの日ですね。楽しみだ。ねもう始まってますかね。うん、僕はあの TVer で後でゆっくり見ていこうと思っていて、うん、見逃し配信で。うん。え、これはすごいなんか、あれですかね、青い方の読の無限編の最後の方なんかあったんですよね。うん。なるほ Twitter でつぶやいている方がいたらしいですね、どうやら。うん。 えー、ヨウさんよろしく、あ、これ、あとで読みますかね。うん。ですね。あ最後、徹子さんの天然パワーとゆずるくんの素敵な愛のコラボがめっちつ楽しみです。嫌な話をしてしまいましたが、歌舞伎今日もラブナイスデイでお過ごしくださいよ。ね。せばうん。そうですね。でも、あの、あとで、またこれちょっと取り上げていくんですけどね。うん。まあ、あのね、皇帝液とかそうそうですよね。うん。ねこれかわいそうですよね。あとでちょっと紹介しますね。うん。 はい。あとでよこさんもう一頭です。えー、かぶくん、こんにちは。えー、昨日五月一日、えー、青い方の4が来ました。うん。えー、今回は2020年全日本から、えー、乗ってステラータの、えー、までの、えー、羽生選手、ゆずゆ選手の歴史です。えー、じっくり読みたいと思います。えー、感想また後ほどと。うん。ねなんかツイッター情報によるとね、結構最後の方が気になる部分があるらしいので、なんか気になりますね。あの、なんかやっぱり、こう、感極まるシーンがあったんですかね。 嗯。Mm. ちあきさんよろしくお願いします。えー、っと、かぶくんこんにちは。今日は、羽生くんとプリンデートのて子の部屋スペシャルりですね。私も便乗してプリンデートしないと。あの僕も実は昨日プリン買ってきましたからね。これ、真面目に。真面目な話、あとでちょっと紹介します。うん。先日、YouTube で本日の収録日に、羽生くんがて子さんの部屋にご挨拶に行く場面を見ました。えつ子の気まぐれテレビだったかな。羽生くんが来る前からて子さんの様子や、羽生さんがひざまず 続いてお話をしているところ、えー、ね体質まで、体質後までね、うん、な,なってましたよね。あのスタジオのね、あの本番中とか、なんか、ね、練習中とかっていうね、あの画面ありましたよね。うん。徹子の気まぐれチャンネル、他見たら、なんか、鉄子さん、焼肉を食べてるシーンもあって、すごいタフだなって思いますね。うんえーて 話したことないとか言って、スタッフの方に突っ込まれてましたね。うん。一緒に CM をやっていましたよね。ベストりだったのかしら。うん。え、ソウスのようにウキウキしていて舞い上がってしまったのかしら。そう、僕もね、これ気になりましたね。あの、羽生選手と徹子さんは、えー、結構絡みがあるかなと思っていて、東方薬品であったりとか、あとは、それこそ、えー、な何だっけあ、年末の、あの、歌合戦の時も横に座ってましたんで、 うんまあちゃんと話すのが初めてっていうことなんですかねうんでもテツコさんあの終わった後にえー、なんかそれ可愛かったって羽生くんのことで言ってましたよねでなんかあのー、すごいこうねテツコの部屋終わった後も収録終わった後もなんだっけなあの非常にえー、おなんか話すなんか面白かったしあのとても退屈しなかったっていう話をしたんで結構気になりますよねうん楽しみです。 はい。えっ、ー、とレモンみかんさん、どうもです。歌舞伎おはようございます。え神奈川県は二十二度。うん、五月晴れですね。 今日は、えー、プリンデートの日、こんなにテレビが楽しみな日は、年末の紅白歌合戦に羽生さんが審査員で出たとき以来です。えー、あれ以来、地上波は見ていなかったんで、あれ以来見るのは2回目です、えー。デート設定していただけた皆様、ありがとうございます。うん。ね、本当ですよね。あの、今夜の『徹、えー、子の部屋』2時間スペシャル、えー、地上波テレビ朝日、えー、夜7時から9時、あ夜7時から9時か。ってことはまだですね。 夜の7時から9時っていうことは、まだ日本、まだですね。うん。えー、羽生さんは最後の最後半に出るみたいな内容ですね。 うん、なるほど、ね。ってことは、こちら時間でもまだなので、ちょっと余裕がありますね。えー、ちょっとウキウキしちゃって、何も手につかなくて、アホ熱く配置されてます。えー、娘は着物を着付けて、日本舞踊のお稽古に出かけました。えー、三味線の中村光樹さんは18歳だと、プロローグ楽屋で羽生さんと話しましたが、えー、18歳ですよ。三味線全国コンスタコンテストナンバーワンになった人,の人かなということみたいですよ。うん。えー、歴代には、赤妻博光さんという三味線奏者 の人がいますがやはり全,全国ナンンバーワンの人でしたすごいですね。赤妻さんの奏でる三味線はえ、住んでいて空気になっていくようなおしされ,れた音でしたが、中村航空さんの三味線は、澄んだ音色足す、パッション足すモダンがざったような音に感じましたということですね。え氷とよく合いますね。また、羽生結弦さんとコラボをしてほしい。あゆみという三味線曲をリクエストしたいわと。羽生さん。うん なるほどですね。気になりますね。うん。えー、ねえ、羽生さんとコラボをしてほしいということなんで、うん。ねまた今後もね、ね、う、え、ん、18歳なんですね。うん。なるほど。ねということみたいで、うん。えー、むーさんどうもです。えー、かぶくんこんにちは。ゆずるるるる、ゆずるるるるあ確かにこれはゆずるるるってなってますね。うん。 あの歌っても全然違和感なかったです僕の歌はオンチャとして私は「ゆずる」で歌っていましたすごく合ってますね、うん、ちょうどいい感じ、うん、今日は羽生君徹子さんとプリンデートの日ですねうん これから買い、あ、これから買いに行ってます。気合い入ってますよね。えー、なんかね、近くの紅茶専門店でもあるケーキ屋さん、大皿の焼きプリンです。えー、注文するとカットしてくれます。おー、すごい、そんな本格的なね、プリン屋さん。えーあ、紅茶専門店ですね。うん。えー、小皿に乗せると柔らかなチーズケーキのような姿をしていますが、プリンです。えー、しっかり自立して立っています。えー、これま、これでまさしく濃厚固めプリンでしょね、あの、か そうですね、硬めのプリンということでね結構皆さん硬めが好きなんですねプリンねうん、えー、今日友人に今日の『徹、え、子、ー、の部屋』スペシャルのことを宣伝しまくったんですがさすがにプリ,ンのプリンデートのことは言えませんでした <laughs> えー、プリンデート別になんかそんな場で、ね、気はしませんよねドン引きされそうででは行ってきますでもたらこはちょっとたらこも全然言っちゃっていいんじゃないですかね <laughs> たらこ唇からなんでなんていうかただ、ね、あの説明がめんどくさいですよねうん まあ、プリンでもプリンってあれですよね。あのー、なんだっけ、あのー、なんだっけ、あのー、えっと、徹子さんと羽生さんがプリンを用意するっていう話だったから、えー、プリンデート。で、美さんがあのー、プリンデートしましょうってなって、プリンデートな,なってるんですよね。確かね。うん。まあ、タラコはあれですよね。やっぺーの唇ですよね。確か <laughs>。<laughs> あのー、そういう、すごいど、なんかそんな感じだった気がするんで。うん。はい。まあ、うん。 しばらく笑っちゃいますね。えー、パンダさんよろしくお願いします。え、さっきチェラホラーとテレビ番組を見てたら、えー、今日、徹子の部屋でゆずくんが、あ、そうそう、出るんですよ。出るらしいですよ。うん、出るんですよね。皆さん知ってたらごめんなさい。やったいられたいと思ったら、パイトでしたえー、すごいテンション下がっちゃいますね。録画します。 ねそうですねあの僕もね、T バーでちょっと見ていこうと思うんで、まあ、リアタイでは見れませんので、うん、の T バーはリアタイでは見ることはできないんじゃなかったかな。うんまあ、それでプロトン VPA の駆使してちょっと見ていきますんで、はい、感想をね、プリン食べながらちょっとやっていきますよ。うん 195 t さん、よろしくお願いします。えー、本日は皆さん、待ちに待ったプリンデートでですね、私はリアルタイムでは見れませんので、見逃し配信で遅れての参加になります。うん、僕もね、そういう感じですね。やっぱ TVer はそうですよねあの、おそらくそうなって、ねえっとやっぱり地方によってはそういうことなんですよね。あのやっぱ、えー、テレビの放送が地上波ではないというところがあるということですよね。うん、で今日はゴールデンウィーク真った中の平日ですが、えー、CS 放送でファンタジーオンワイス2022 幕張にスカメの完全版が放送されました、うん、これ今なんかどうやってるらしいですね。あの過去のファンタジー・オーバースの映像がなんか流されてるという話がありますよね。で、結構今週も結構あるみたいですよね一度見も。一度見たもんなんで、ゆったりと見ようと思ったんですが、いつでも全力投球の羽生くんが出てくると、ゆったりとなんかしてられなくなりますね。うんえー、スカスカ,シカオさんとののコラボの リアルフェイス、久しぶりに見ましたが、やっぱりいいですね。えめっちゃかっこいい。でレッとなっちゃいます。うん。2022。ってことは、この時はレゾンとかのあれですね。うん。えーね、ね、突然の氷がかぶり、脅かされた去年を思い出しました。早くも懐かしいです。あ、突然の水をかぶりね。あ、はいはいはい。やってましたね。懐かしい。そういえば、うん、水ぶっかけてましたね。 うん、朝から飛行機雲とのコラボ、羽生,くん、えー、羽生雲 ASP スペシャルを見て始まったゴールデンウィークの、えー、中日は、えー、羽生スペシャルデーになりそうですよ。195点差はです、ね、あの羽生雲を見つけたということですね。ね、うん、ってことは、犬運があったということで、うん、なんかいい日ですね、今日はね。なんか早朝する日ですから、なんかね。うん、はい。はいうな感じです。